い、皆さんこんにちは。今回はこちら、ごく激辛ペヤングの焼きそばが出てました。なんか最近ね、発売したみたいなんですけど、ちょっと気になって買ってみました。まあ、正直もうこのパッケージからわかると思うんですけど、もうごく激辛って書いてるので、正直食べれるかわかんないんですけど、ちょっと今回はチャレンジしていきたいと思います。で、出来上がりました。ちょっとこれ混ぜたら食べていきたいと思います。香りはね、もうカレー、本当にカレーの香りがします。で、なんかツンとしてます。なんかもう香りが、パッケージに泣けるほどって書いてたんですけど、なんかもう香った感じ、匂った感じか、やった感じ、多分涙出そうですね、意外と。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。激辛っていうか、口の中にもうわーって入ってくる。なんか痛いです、すべて口の中が。やばい、もう一口で限界です、今回。なんかもうとりあえずなんか言葉が出ないめちゃくちゃ痛いです、口の中。もうやばい。ちょっと今回は、今回はっていうか、めちゃくちゃ辛いです。どうしよう、なんかもう一口だけ頑張って食べてみます。本当にごく激辛ですね、これ。うわ、やばい、もう喉が喉がいかれる。ちょっと水、あー、もうやばい。で、今日はもうこれギブなので、そのこれを食べれない代わりに、ちょっとね、あるものを2つ用意しました。そちらがこのマヨネーズと、このとろけるスライスチーズを用意してみました。これをちょっと2つあるので、こっちにチーズ入れて、こっちにマヨネーズを入れて、どんな味がするのか、ちょっとまた変わってくるのか、ちょっと食べきれるか、ちょっと挑戦してみたいと思います。ちょっともう一つの方混ぜます、こっちも。でもこのままのノーマルの状態で食べるのはちょっと危険です。本当に辛い人はやばいと思います。もうめちゃくちゃ口の中が痛くて話せないし、汗がやばい。じゃあ、まずこっちの方に、最初に食べた方にマヨネーズをかけて食べてみます。ここ開けてなかった。あれ、変わってくれたらいいんですけどね、味が。もう口やばいくないですか、唇めっちゃ真っ赤っかで、唇にしたみたいに。はい、じゃあマヨネーズちょっとかけます。こんくらいでいいかな。で、ちょっと混ぜて食べてみます。ノーマルでこれ食べれた人はすごいと思います。ちょっと私には無理でしたね。もうちょっとかけてみます。なんか辛すぎてやばいから。お、もうマヨネーズの香りだけになりましたね、これは。よし、じゃあもう一回チャレンジしていきます。食べてみます。あ、でもマヨネーズなんか意外と合うかもです、このごく激辛。もう
口の中が正直麻痺しちゃってどんな味か分かんなんないですけど、あ、でも、うん、意外とマヨネーズは結構味合うかもですね。だけどやっぱり辛さは変わらなくて、ちょっとこっちもあのギブかも、もうギブかもです。ここの中が痛いです、あの口の奥の方が、中が痛いです、あの口の奥の方が、やばいですね、これは。はい、じゃあもう一つの方のこのとろけるチーズをこの中に入れて食べてみたいと思います。あ、辛い、また胃が痛くなりましたね胃が痛くなってきた。はい、じゃあとろけるチーズ入れて食べていきます。こっちは、はい、こんな感じです。こんなんでいいのかな。じゃあこれと一緒に食べます。いただきます。やばい、辛すぎて。でもまた辛さは全然変わらないんですけど、チーズにこう包み込まれた感じで、まあ味はそうですね、でも私的にはこのチーズの方よりこっちのマヨネーズの方が結構合うと思います。こっちあの激辛の方には。でもこれいくら頑張ってもちょっと食べれないかもです。もうなんか口が麻痺しちゃって相当痛い、もうやばい、やばいしか言葉に出ないです。でも結局マヨネーズ入れてもチーズ入れても味はちょっとは変わるんですけど、このごく激辛の辛さは変わらないってことが分かりました。私はちょっともうこのこれ一口食べてもうダメ、ギブって思ったので、本当辛さが苦手な方は気をつけてください。今回ねこの両方こう試しにマヨネーズとかチーズ使ってみたら食べれるかなって思ってたんですけど、正直もう無理です、ギブですだからまあでも本当にこのマヨネーズの方は結構味合うので、ぜひ皆さんもこう試してみてください。私はちょっとギブだったんですけど、本当悔しいですね、食べれるかと思ってたから。またいつかチャレンジしたいと思います。もう辛すぎてやばい今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。